どうもクロです。今回は私が一番参考にしていたと言っても過言ではない、今も昔も自分の中で一番ダブルダッチっぽいなというチーム紹介したいと思います。今回紹介するのは日本体育大学ランナワの、チャップリンというチームです。大学入学して一番最初に、ダブルダッチを始めて感銘を受けたチームになってきております。このチームの魅力は何といっても超王道っていうのを、貫き通す。でその貫き通した王道っていうので、会場を魅了していく絶対的スキルと風格がこのチームの魅力となっております。ラビッタ、ハリア、アクラ、ダンサーと、3倍をする人がいないものの、このデモにダブルダッチの全てが詰まっているなと当時の私は感じざるを得ない圧巻のパフォーマンスを見せつけくれた、チャップリンのパフォーマンス分析をしていきたいと思います。それではレッツゴー。今回は最初に見どころだけお話ししときたいなというふうに思います。まあ、全部見どころではあるんですけれども、解析した結果、3つにポイントが分けられるかなというふうに思ってたのでお話ししていきたいと思います。まず1つ目はオープニングでかなりオリジナリティの高い技をやっているというところで、そこで会場をガッと掴んでいく。2つ目は中締めをすることで、前半の感動っていうのを全てセーブしているっていう、最近よく見られるようなしっかりと中締めをしていくっていうところ。そして3つ目は縄の角度、技の見せ方へのこだわりがかなり顕著にいられるパフォーマンスだなっていうふうに感じたので、今回はこの3つの部分がポイントじゃないかなというふうに思いましたので、そこら辺を頭に入れておきながら、早速パフォーマンスを分析していきたいと思います。イントロから続8まではアピールをしたみたいな簡単な動きが入る。3から48のところでダブハリ5ダウンとかなり速度が速いダウンですけど、前方2人っていうのがスライディングしてゲットする。後方は右足でジャンプして右足で着地するっていうオープニングでつかみの技っていうのがあって、で5-6-8のが6-8-7カウントのところで音ハメに合わせて縄の遠心力を利用して縄技をしていっております。で、7-8-8目は、1-8に使って復旧して、幅の絡みっていうのを飛ぶといいつつ、ワンシャーをしてから、縄を斜めにして、舞台右から飛び箱をし、左からコークをしてっていう視線が、右に行って左に行ってと移り変わりできております。ここでも縄を正面に向かってちょっと斜めにしていくことによって、飛び箱もコークも見やすい、いい演出がされてるなというふうに感じます。そして9-18、舞台中央に戻りつつ、ターナーをチェンジしていく動き。18目で、ラビットの後転のエントリーです。一番最初は肘を使って、後転エントリーをする前に、前に一歩、ジャブを挟んでくるような演出になっているなというふうに思います。そして、11-13は、1-8ひじらびだったんですけど、ラビットこんな形のエントリーで、しかも横からスタートして見せるっていうのは、唯一の一言に尽きるかなというふうに思います。で、最後のフリーズは、この動画では崩れてしまったものの、確か全国大会ではしっかりと決めてくれていて、ラビット5も2射をして、女子パートの回し手になるっていうので、かなり、カロリー使った後に安定して回さないといけないなっていうところを担当していくのもすごいなっていうふうに思います。で、14-18-8目、女子ダンスパートの入り、かなり力強いような印象を受ける声で始まっております。縄の方を縄卒のやり手っていうのも、ちょうどいい塩梅で、チーム感っていうのを演出していて、で、バッファの直後、もう一個縄を飛んで、精霊にと表現しつつ、通す角度を舞台左側に振ってるのも見事な演出だなというふうに思いました。特にここは配置転換に注目したくて、何かワンアクションした後に、綺麗な動線で配置についていくっていうところが、このデモの中でも、綺麗に動いていっていいなというふうに感じた部分でございます。19-22目ダンスパートに入ります。縄の中が入れ替わりながら非常にクールなダンスを披露してくれていて、この後のハリーパートへ向けて、だんだんテンションが上がっていく BPM で徐々に早まっていくので、23-8はハリーの前になってきてつなぎの方になってるんですけども、女性の方2人に隠してもらいつつ入ってきて、24-28目のハリーパートに入っていくと。ハリーパートについては、序盤の 2-8、16bから8bへのずらしだったり、横の16-32bのステップ、あとミニアイソレーションを強調したジャンプ。で、その後のハリーっていうのはちょっとドロップミスとかがあったりとかして、何を表現したかったんだろうなっていうのは、この動画の中ではあまり分かんなかったですけれども、前半部分で十分に印象を残したので、
張りだったなというふうに29から38のサーナーをチェンジしてからの男子2人で前に蹴りつつ対面を決めていく。ニューヨークのような体運び、体を横に向けてそのまま背面をしていく。着地はスーパーマン着地になっちゃってるんですけれども、その後すぐに前蹴りを入れて立って膝を利用し交え上下へのこう目線誘導っていうのを作っていってると。でスワイプドンキをして直後二重を飛んでいくなど、かなり余裕感の演出に余念がないなという。そして縄を向けてクロスしてから後ろに入っていくんですが、速攻で6分31から30メートルは一度転倒していく DR ファンドですね。 CC のグランドムーブを盛り込みつつフィニッシュをしてます。で33から30メートルベイトメンは2点を対応して出た右方向に投げる自体リリースを持っていて、縄を膨らみを持つためにその膨らみを飛んでリリースされた縄を組んで本当にそのまま戻す。縄をリリースした後蹴られて縄が戻ってくるまでにターナーはチェンジしておいて縄技をジャンプしていたラビッターの倒立開脚の上部を背面で通過するという、本当にオリジナリティとはこのことだぐらいのめちゃめちゃ珍しい技をしてくれたんですけど、これはちょっと本当に言葉で説明するよりも見てもらっ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 てで37から39というのが残りの男子の戦略としてダメージのローンを使用して、先ほどのバッファーと同じような形で1本のことも設定で、最後は舞台中央に戻って余裕感を持ちつつクッシュを行く王者の風格を感じさせる最後のフィニッシュの仕方なんじゃないかなというふうに感じました。はい、という感じでこのチャップリン、今プロチームレグスタイルというプロチームで活動しているケイタさんが、もともと大学時代に所属していたチームチャップリンを、紹介させていただきました。このチームは他の年代の、パフォーマンスも非常に面白いパフォーマンスたくさんあるので、ぜひぜひそちらの方も、見ていただければいいなというふうに感じます。はい、ということで今回はダブルダッチデライトイースト2015の2位通過したチャップリンというチームを紹介させていただきました。こんな感じで、ダブルダッチのパフォーマンスの分析だったりダブルダッチの動画とかを上げているチャンネルをやっておりますので、チャンネル登録高評価、などなどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。